8階リノベーションしたフロアに来ました。ご紹介です。まず8階には男性専用のサウナがございます。洗面台に、そしてこのフロアは高齢者やバリアフリーで車椅子のお客様にもお通しできるようにリノベーションしてます。まずはシャワーブースが3つに、お湯風呂、そして水風呂にサウナでございます。宿泊のお客様は無料でご案内しておりますので、よければぜひお使いください。では客室に行きたいと思います。まずはツインのお部屋からご案内します。ツインのお部屋はベッドが2つになっておりまして、間接照明もあり、ゆっくりとくつろげるお部屋になってます。壁を少しちょっとおしゃれにさせていただきました。ではシンプルにシングルの方はリノベーションしております。でこちらの方、シーリングもつけながらお家でリラックスできるような雰囲気を目指してリノベーションしました。ユニットバッグのところにも手すりがあり、ユニットバッグもリノベーションしてます。全室リノベーションしてあるので綺麗で気持ちがいいと思います。で隣のお部屋に行きます。隣のお部屋は茶色をベースとしたお部屋になっておりまして、隣と違って机が少し広いですね。で隣に行きます。こちらのお部屋もこんな感じですね。で今回、バリアフリーの車椅子の方がご利用できるお部屋を作りました。ベッド2つに壁掛けでテレビを置いて、そして車椅子の方でもご利用できるようにシャワーとお手洗い、そしてこちらには洗面台ですね。8階の先ほどのサウナ室もご利用できるので、ぜひご利用していただきたいです。あ、ではこちらのお部屋ですね。こちらのお部屋、白をベースとしたお部屋で、先ほどのお部屋と同じ緑を基調に作ってみました。のお部屋でリノベーションして、少しずつなんかちょっと違った形を設けながら、何回来ても楽しいお部屋作りをしています。今日はどんなお部屋かななんて思いながら宿泊していただければと思います。こちらですね。では隣のお部屋、ブルーをベースとした水色ですね。このお部屋可愛く仕上がっています。では隣の